紀州鉄道線は、和歌山県五房市にある五房駅から西五房駅までを結ぶ紀州鉄道の鉄道路線である。有田鉄道の廃止後、和歌山県で唯一の全線非電化の私鉄路線となっている。また、国鉄特定地方交通線や日本鉄道、建設公団建設線を転換した第三、セクター鉄道を除く近畿地方で唯一の非電化の私鉄路線でもある。 町外れにある、規制本線五房駅と五房市街地とを結ぶ目的で、地元有志により1927年11月に、鉄道不設免許申請書を鉄道大臣宛てに申請した。発起人総代の田淵栄二郎は、田淵と余吉の実刑で、五房の王子主であり、実家の蔵主屋を継ぎ、会社経営もしていた。田淵は単身上京し鉄道省へ運動を続け、 国起人総会までの諸費用を立て替えるなど、鉄道布設に注力し、1928年3月に、鉄道布設免許状がカ付され12月に、五坊う臨行鉄道が設立されると、初代社長に就任した。国鉄規制再選キ浦駅五坊駅間の開通に間に合わせるべく準備を始めたが、土地買収では、停滞を見た。湯川村では、 土地所有者から土地を買収したところ小作人が工作権を主張して保障を要求してきたため時短を見るまで1年を費やしごぼう駅ごぼう町駅間の開業は1931年6月となったその後延長工事は財界不況による資金難や一部用地の土地収容法による収容審査会の手続きにより遅れようやく1934年8月に 日高川駅まで開通した。営業成績は当初から振るわず毎年欠損を重ねていた。1935年上期に初めて純益金を計上したが主力銀行の日高銀行の破綻とその債務棚上げ捜査によるものであったという。会社は 増収策として、肘防食分工場の拡大を機会に、西五房より貨物船の付設や大阪鉄道管理局のハイキングコース指定を受け降落客の誘致に努めた。一方、1937年下木より政府補助金の交付を受けたものの1941年、下木の累積欠損金は14,487円に達した。 やがて第二次世界大戦下の戦時体制に入り1943年から1944年にかけて大和宝石第一点に工場が日本アルミニウム製造所に買収され軍需工場に転換されると旅客は激増した。しかしガソリン規制によりガス発生炉装置を取り付けた機動車は出力不足であり物資不足により修理もままならず 1945年6月の五号空襲では、機関庫に直撃弾を受けて、機動車2両が被災した。戦後になり、国鉄より、機動車機ハに4万801の購入と、蒸気機関車2両の借り入れ、八幡製鉄所から B タンク機関車を購入し、戦後の混乱期を乗り切った。ところが1953年7月には、気襲大水害により、 日高川が氾濫し、全線が冠水し、復旧まで2ヶ月かかる被害を受けることになる。それでも、乗客数は徐々に増加し、1960年半ばには100万人を数えていた。しかし、1965年前後から、乗客数は減少、遅れて、貨物も減少していく。さらに1970年に、組合の賃上げストライキによる賃金の上昇もあり、 バスや他事業を持たない会社にとっては致命的となった。そして1973年に東京の不動産業者バンダイ電鉄不動産に鉄道事業が買収され奇襲鉄道となった。今でも地元では五ぼ林行鉄道が由来の林行と呼ぶ人が多い。また、1955年から1984年までの間、西五ぼ駅から 西方の大和宝石和歌山工場までの引っ込め線があり、貨物輸送を行っていた。2017年1月22日に脱線事故を起こし、原因を木製枕木などの老朽化とする報告を出した。そこで PC 枕木への交換が始まり、2017年12月には、全線の14%が、2018年10月時点では、 全線の33%が PC 化された。2020年3月14日、改正時点では、すべて、五防駅西五防駅間の運転で、1時間あたりの、本数は、日中時間帯で、おおむね1本程度、朝夕の一部時間帯のみ2本の運転間隔で1日、あたり19往復運転されており、主に JR 規制本線の普通列車に接続する。 ダイヤパターンとなっている。特急列車との接続はあまり考慮されていない。また、最終列車が、西五坊発20時27分、五坊発20時38分と早い。2010年9月時点では26往復運行されており、同年10月1日のダイヤ改正で、経費削減の観点から往復が減便されたが、2011年3月12日の、 ダイヤ改正で以前の本数に戻っている。しかし2012年3月17日のダイヤ改正で再び3往復の減便となった。さらにその後減便され現在の運行体制となっている。車庫がキーゴ貿易にある関係で朝と夜にはキーゴ貿易西ゴ貿易間に回送列車が設定されている。かつては キーゴボウ発着の区間列車も少数設定されていた。奇州鉄道線の輸送実績を可表に記す。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は、年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した、年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した、年度以前の最低値を緑色で表記している。 奇州鉄道線の収入実績を過表に記す。表中、収入の単位は1000円。数値は、年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した、年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した、年度以前の最低値を緑色で表記している。西五房日高川間西五房駅日出、防石前駅日高川駅西五房駅大人。 普通旅客運賃。2004年12月1日現在。官報広報資料。プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。